そのコツコツやってきたタイプって、はあ、本当にちっちゃい頃からコツコツ練習をする、はあ、そうですね、まあ、サッカーは好きなんで、うん、まあ、それ仕事にしてるんで、うん、まあ、本当に幸せだと思うんですけど、でも小さい頃からもう気づいたらボールがあったような感じですか。あ、そうですね、なんで始めたのってよく言われるんですけど、はい、なんか別に気づいたらやってたっていうのはありますね。どうなの、お父さんはやっぱりサッカー選手だから、はい、そのもうボールがあって当たり前みたいな。そうですね、まあ、でもサッカーの話とかは全くしないですけどね。あ、そうなんですか。はい、小さい頃もちろん全くないですね。あ、そうなんですか。はい、僕なんかいろいろそのなんかこう細かくね、何やれ何やれとか全くないですね。監督とかで忙しかったんで、まあ、家にあんまりいなかったっていうのもあるんですけど、試合とかもそこまで見に来れなかったんですけど、僕の試合も、まあ、そういうのもあるんですけどね。どうしよう、結構ね大人になったらやっぱりよくね親父とよく話すようになるっていう人なんですけど、まあ、そうですね、最近の方がやっぱりちょっとずつはサッカーのことは話すようにはなったかなっていう感じですね。プレーとか見られて何か言われたりするんですか。自分にはそんな言わないです。自分のプレーに対してはいや、そんなないですね。チーム全体の自分のことにはそんなに何も言わないですね。 あ、そうなんですか。はあ、なるほどね。いや、なんかどうしてもこう厳しいお父さんというかね、はあ、そういうのをイメージしてしまったんで、ね、はあ、そんなでも話さないですね。はあ、プロっていうのはどっかでじゃ意識した時期ってありました。高校入ってからは意識しましたけど、やっぱちっちゃい頃、まあ、J リーグよく見に行ってたんで、はい、まあ、その時は、まあ、かっこいいなぐらいにしか思ってなかったですけどね。でもちっちゃい頃はもう自然と俺サッカー選手になるんだっていうわけではなく、まあ、なりたいとは思ってましたけど、しっかりちゃんと考え出したのは高校、そうですね、2年ぐらいからですかね。やっぱその市船に入って、はい、周りもやっぱそういう意識の選手もいてと。そうですね、高校上がるときも高校選手権とか全く知らなかったんで。え、そうなんですか。はい、あ、それもだって一部内でも常連じゃないですか。はい、あ、大体そこに来る人ってもうそこ出たいなっていう、はあ、その俺もう全く知らなかったんですよね選手権とかは本当に。へえ、はあ、小学校中学校も別にクラブチームとかもう全然興味ない。そうですよね、って感じだし、地元の小学校中学校で、まあ、友達サッカーやってればいいかなぐらいな、するのが楽しいかなぐらいな感じでやってて、で高校入る時も親が、はい、まあ、市船行けばみたいな感じで言って入ったような感じですけどね。宇野先生もちょっと来ればって言ってくれてるのもあったんですけど、はいはい、じゃあもう行こうか。そうですね、そんな感じで入っちゃったんですけどね。いや結構ね、いろいろ僕もたくさんいろいろ伺ってますけど、はあ、結構みんな強い意識を持ってね、高校とか入ってる人多いじゃないですか。いますね、うん、いるでしょ、前でもなんか選手権見てかっこいいから入ったとかよくありますよね。その高校2年の時にやっぱプロになりたいな、強く俺やろうかなっていうのなんか選手権優勝とかも2年生の時にさせてもらって、うんうん、クラブの方から何チームか声かけてもらったぐらいから、うん、まあっていうか、ね、やれるんじゃないかみたいな、はい、なんか理想とするプレイヤーっていうかそういうのっているんですか。ずっと憧れてた。憧れそんなにいないですけど、まあ、ちっちゃい時はリティが好きで、はいはいはい、でちょっと大きくなったらジダンが好きになりました。あ、なるほど、ね、はい、ジェフがすごい好きだったんですよ。あ、まあ、父ちゃんが監督やってたっていうのもあって、ね、ずっと見に行ってたんで、リティは好きでしたね。やっぱその当時はちょっと自分のプレーでもドリブルが多かったとか。そうですね、まあ、横脚で歩いたりわざと、まあ、してましたけどねそこまで意識したよね。横脚でフリーキック蹴ったりはしてましたけどまあそれぐらい好きでしたね。なるほど。さてプライベートでは昨年の10月に結婚した永井選手、お相手はタレントの白石智代さん。頻繁に更新されているその奥様のブログから永井選手のプライベートが垣間見えたりもします。もうすぐパパになるそうです、ね、そろそろ8月終わりに生まれるんで、はい、うん、僕びっくりしました。よく書いた初め永井選手が入った時に、はい、永井俊太って絶対まず検索するじゃないですか、はい、そしたら結婚の話題ばっかりバーって言ってるんですよね
サッカーじゃないですね。それがそうなって出てきたから何もないのかみたいな。私よく見たらタレントかみたいな、ね、いかにもなんかこう J リーガーっぽいじゃないですか。わかんないですけど。そうですか。うん、なんかね奥さんもねそのブログをやられてて、なんか愛媛のことすごいこう好きみたいな風に書いてたから、いろいろ好きらしいです。探検とかしてるんですか。今はなかなかね行けないですよね。基本プライベートは何するタイプですか。今疲れてるんで、はい、寝てますいつも。奥さんと松山探検はしないんですね。今はしてないですね。せっかく奥さんもなんかあの小町とか見てなんか、はい、調べますよみたいなブログに書いてましたよ。いろいろ行きたいとこはいっぱいあるんですけど、はいはいはい、まあお城も行ってないんですよ。あらやばいっすよね。まあ、でもね、なんかああいうあのブログ見てたらすごくなんか愛媛を好きになってくれてるような感じがするので、はい、ちょっとずつ慣れてるみたいなんで、はい、じゃあ、はい、愛媛での目標をちょっとお願いできますか。目標ですか、はい、あと半分ないぐらいなんですけど、まあできるだけもう全部勝つ気持ちでやるんで全部勝ちたいです、はいはい、では愛媛のサポーターの皆さんにメッセージを、はい、いつも熱い応援ありがとうございます、これからもぜひ試合に見に来てほしいですけどね、はい、よろしくお願いします。はい、街は眠ってる。何もさあ5連敗中の愛媛 FC、 次のゲームは明日土曜日ホームで最下位のファジアーノ岡山と対戦します。キックオフは夜7時です。さあ現在怪我人の多い愛媛 FC、 しかも前節岐阜戦で青の選手吉川選手がレッドカードで退場、次のゲームは出れません。さらに好調内村選手も累積警告で岡山戦は出場停止。現在動けるメンバーが全員ベンチ入りという緊急事態です。ただこういう崖っぷちに立った時こそ愛媛 FC の意地を見せてほしいです。もう気持ちで勝ちを見せてほしいです。それと今日のロングインタビューでお送りした永井選手のパス、ここにも注目ですよ。J2 第28節愛媛 FC 対ファジアーノ岡山は明日ニンジニアスタジアムで夜7時キックオフです。フォルツァ愛媛 FC。 この番組は光奥島観光バスの提供でお送りしました。それではまた来週、関千里でした。